この部屋まだいろいろあるな。幽暗圏エリアの扉のロック解除方法、正しいプラグを刺すといい。はい、めんどくさいこと言ってる。ルークはナイトと同じ壁面、ビショップと、なんでこれは、なんでこれは、こんな、こんな、書き方な。取らなあかんやん。よし。おう、めんどくさい。一個足りひんし。あ、あるわ。ないと、なんかようわからんやつがビショップ。じゃあこれがポンで、ルークはナイトと同じ壁面、ビショップとクイーンは隣じゃなかった。クイーンとクイーン、ホーンプラグ、クイーンのプラグなんてないぞ。ちょっと待って、パンフレット。ナイト、ビショップ、ポーンしかないのに。あれ、ん、なんや、ここ思いっきりポーンプラグって書いてあるな。書いてある通りにとりあえず刺してみようかな。で、ルークもないわ。なんやこれ、なんやこれ、全然わからん。そもそも違うもんな。あ、こっから一応出れるんか。ってことは、だからこのビショップとポーン、これを持っていくんやな。で、この先の、どっかのやつと入れ替えるんや。で、持って帰ってくる。めんどくさいね。よいしょ。よくわからんレバーすぐ触る。
怖いな。オーブや。またアイテム欄圧迫するやん。ああ、工具や。マジか。もっとアイテムしまった方がいいかな。ボス戦かと思ってたけど、そんな感じじゃないわ。うわあ。一回しまうか。びっくりした。すごい勢いよく開いた。あー、周りくどいわ。周りくどい。手榴弾もいらんか。スプレーさえありゃええか。ハーブもしまっとこ。これでいいや。これでまたセーブしよう。あー、大変やなー。キングのやつ2個持ってきといたらよかったんや。あいつ俺に1個渡してくれたらよかったんや。ほんで、びっくりした。ひょっこり覗いてきたなこいつ。あー、ここか。ほい。開いて。まだなんか落ちてるはずやな。手榴弾。まだある。どっかに。あー、ここ上がられんのか。こいつだけ撃てばいける。何も落ちてないか。あ、ハーブや。よし行こう。うるさ。よし。うわー、また出てくるんかい。逃げろ逃げろ。こんなやつ何回もやってられん。よし。アイテム落とすわけでもないしな。ハンドルは？何ここ。またゴキブリめっちゃおるやんけ。ほんま気持ち悪いの。え、それだけ。ハンドル俺まだ持ってるよな。何これ。まだなんかあります？サイドパックまだある。すげえ、5つ目や。
頭に巻いてるとしか思えへん。もうまくとこないやろ。オッケー。あ、こうか。ルーク回収して待ってな、じっとしててな。でポーンをはめてみよう。よっしゃ。で鍵のかかった扉、鍵は持ってないよな。ハンドル回すとこまだもう一箇所どっかあったよな。どこやったっけ。あ、ここか。だから、ここに行くには、ここに行くには、あ、この先や。あ、くそ。頭狙ってたのに。腕に阻まれた。通れない。で降りたところでハンドルやな。あー大変やな。警官とか絶対になりたくない。今や。よし、あーでもここ通れへんのか。あれ、じゃあ違うな、通れへんなこれ。あ、じゃあこっちやわ。こっちや、間違えた。うわ、くそ、アホなことした。降りてきて、降りてきて、こっち降りてきて、降りてきて、おいでおいで、はい、おいで、はい、はい、よいしょ。うわっ、じゃあ駒自体いらんか。ここ通る必要ないんやったら。いらんわ。むしろ全部の駒使うかもしれんな。肉の塊嫌やな。うわあ、クローデットみたいな、クローデットモレルみたいな。おる。あ、くそ、せっかくひるましたのに。よし、ほい。後ろから組みつかれたらナイフ使えへんのやな。まだ使うんやなこれ。よし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 
あ、鍵や。え、鍵もしかしてあの上の、どこや、どこや、どこかわからん。上んとこの鍵かな。やったらまだ戻らなあかんのか。この先、ああなんか閉じてんのか。うわ気持ち悪っ。うわー、うわー、絶対あかんってこんな。いや、あんなやつどうでもええやん。ハーブあるけど。あ、ここもか。いや、あんなんサイコブレイクやん。世界観がサイコブレイクやわ。これもう捨てていいかな。まだや。こいつ大活躍やな。から、え、何あれ、あ、はしごあった。うわ、一応行こうかな。はしごあるわ、確かに。ハーブだけ拾っとくか。あー、向こうは行けへん、よかった。ちょっと待って、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 やめ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 て、そういうの、そういうのやめて。もうほんまやめて、気持ち悪いから。はあ。なんなん、もう。うわ。ここ行って、上がってきて、あれ？ちゃうな。このまま降りて進んでリフトで上がったらどこや。こうか。でこう来てここや。わかりました。またあいつ出てくるんかな。肉の塊おじさん。もうええぞ、あいつ。ほんまに出てこへんのかい。ありがとう。空気読んでくれた。ふぅ。よし。ここにおったゾンビがおらんようになってるな。ここの鍵やろ。よっ、よし。ガンパウダー、ちょっと待って。ジャズフェスティバルのチラシ SZF。 あー、なるほど。鍵な、 SZF な。わかりました。どこやったっけ、
鍵。覚えてないわ、いちいち。どこに何があったかは。この金庫、この金庫はちゃうかったよな。ダイヤル錠、これか。コントロール室。あかん、限界や。便所行ってきます。はい、再開。あ、壁に引きずった跡があるやん。こんなんあるのに、なんか探索済みの青色にすんのずるいな。なんやこれ、どこ行くんや。ここか。はあ、拾われへんな。特殊武器ケース、これなぁ。これがスターズのバッジはめるとこやと思うんやけどな。スターズって書いてるしな。この上行ったらボックスあるか。あっ、後ろとバツで180度旋回できる。この操作があることは知ってたんやけど。この鍵まだ持っとかなあかんのか。これしまっといてええな。一個は一応持っとくか。フィルムいらんでしょ。ガンパウダーもいらんか。あーぶ、お前か。違う、バッジ出せ、バッジ。しゃ。絶対そうやな、この形。2箇所で使えたのや。このずーっと前のアイテムがこう先の方で役立って、こう線がつながる感じ気持ちええな。頼むぞ。よっしゃい。バッジ回収してからのロングバレル、ライトニングホーク、まだ持っとらん。
飛ばしたからな。またこれはじゃあ箱にない、ないないしとこな。ないないしとこ。はいはいはい。おお。そういえば、ここもあったな。おお。こんなことせな帰られへんかったんや。あ、これがついにいらなくなりましたと。エイダ、今行くぞ。どうしよっかな。とりあえずライトニングホーク取りに行くか。ここまで戻ってきたんやったら、そしてそこの扉も開けられたんであれば。はいはい、セーブセーブ。大丈夫かな。怖いな。こっちに帰ってきたってことはまたあいつと出会うってことやもんな。2階行ってやな。でもハンドガンが強くなる。うわ、びっくりした。もう声でビビらしてくんな、やめてくれ。よし、よいしょ。なんやねんこれ。はい、泣き方の勢いたるや、かっこええ。あ、こいつがマグナム弾なんや。スターズ隊員宛ての手紙。なんやこの手紙。バリー宛てに。バリーって誰や。ジルクレアから連絡があったら、兄貴を元気にしてるって伝えてくれ。クリス・レッドフィール。クレア、ああ。クレアの兄貴がクリス。クリスってワンの主人公か。そうか、そうか。よいしょ、そうやったんや。このバッジも捨ててもいい。じゃあ捨てるわ。ああ。よし。ダイヤル錠。ここは違うかな。
違うわ、どこだったっけ。コントロール室、ここやと思うねんけどな。ん？どこ行った？あれ？あー、え？ん？ん？あー、こうか。S、SZF。違うと思うけどな。他にヒントあったか、今の。一応シャワー室行ってみるか。近いし。あ、そうか、フィルムもあった。めっちゃ雨降ってるやん。S がそもそもない。開け開け開け、指紋を見ろ、指紋を、削れ方を見ろ。これでほんまにもし開いてもたらなんか気まずくなるからやめとこう、これ以上は。まあやっぱそうやんな。うるさい、クワーじゃねえわ。そうか、このフィルムでわかるかもしれんよな。でこれも出して、あー、そうか、マグナムか。マグナムの弾も出しとくかな。なかなか使わんと思うけどね、ケチって。鬼かっこええな。んー、また大きなった。かっこええやつをこう上に並べよう。普通の弾、ちょっと、いや違うな。で、こうして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 、こうやな。んー、こうやわ。でかっ。かなり長時間構えんとサイトが小さくならない。場所？なんやこれ、どこや？あ？テーブルなんかなんぼでもあったしな。多分でもまあこの警察署内やんな。これじゃあよくわからんな。隠し場所？今のどこや？わからん。
じっと観察する暇がないもんな。マグナムの弾ってどうやって作るんやったっけ？どこや？どこや？強化火薬2つでマグナムの弾。あのタイラントがなんか来へんから探索しちゃおうかな。セーブもしたし、隠し場所の意味がわからんけど。ここがまだその赤いのも気になるな。いいか。あ、違う。え、リッカはリッカでおる。よし、死んでるな。とりあえずオフィス行ってみようか。ここ備品か。もう全然ロードすること前提の感じで動くわ。写真写真。ここじゃないっぽいな。黒電話が置いてあって、なんかコップとか倒れて音が積み重なってる。違うな、あそこも違うな。資料室、作戦会議室、もう、資料室どんなんやったっけ？あ、違うか。プレスルーム、東側オフィス。机があるとこ。ここ怪しいな。でも黒電話置いてないし。違うな。あの3階ぐらいの部屋ちゃうかなと思ってるんやけどね、ほんまは。びっくりした。やばい、トイレ入ってもこのままじゃ。燃料400。は？え？なに？あ、下の方や。で上の方。
ほう。つうことは火炎放射器かい？あいつ何してんの？つって。多分ね、あの3階ぐらいの、なんかこのちっちゃい部屋ちゃうかな？ちゃうかな？でももしかしたらまだ行ったことない部屋かもしれへんよね。それやったら嫌やな。そんなことせえへんかな、さすがに。さすがにそんなことせんか。そんな悪いことせんか。びっくりした。でもそっちに用ないわ。もうとりあえずほっといてもええかな。美術室も違うな。黒電話なんかないよな。ただタイラントが来へんねん。タイラントが来へんからやっぱ今のうちのような気もするよな。タイラントが来んうちにやっといた方がええ気がするよな。こういう探索は。黒電話はないな。とりあえず燃料はしまっとこう。セーブしよう。なんぼでもロードすりゃええやって思いながらやれるから、探索するならさっさとできるだけした方がいいよね。びっくりした。びっくりした。今の子は？あ、ここや。いや、ここかどうかわからん。いや、ここじゃないな。机の質感が違うわ。ここもデスク違うよな。ハーブとりあえず取っていくか。黒電話だけでよっしゃーって思うともだ。ハーブ取って、何の音それ？あれ、これリッカーじゃないの？おるー、しんど。ただここの赤も気になるよな。セーブしたし倒すか。必殺のドアディフェンスで。やばい、これってドアの、ドアの役割果たしてないかもしれん。どうや？
どうや。後ろ大丈夫？後ろも怖いよな。なんやねん、すぐそこに死んでんのに。ふぅ、よかった。よし、じゃあここも探索しよう。なんやろな、ここの赤いのって。あ、これか。なんじゃこれ、こんなことか。こんな近い距離にリッカー二人もおったらあかんよ。できてまうやんか。綺麗になったな、こっち。あとは気になるのは上の階やな。上の階のあの小部屋やと思うよな。ここは開かへんの。なんか静かやな。あれ？あ、どうも。いやこの部屋。ああ、違うわ。黒電話じゃない。この部屋かなと思ってたんやけど。うるさいな。何や。ちゃうかったか。倉庫はもちろん違うやろうから。ハーブ1個。ハーブ1個取って、ショットガンの弾3、4発使って。よくないな。で、ここリッカーおるでしょ。しんど。ロードするかな。ロードしよっか。今の見えてた？たまたまやろ。あれ、どこやろな。おおおおお。こっち側じゃなさそうやな。じゃあ、こっちでもないよな。こっちでもないよな。このまま。俺の方に来んのかい。ここも違うか。黒電話はなさそうやな。まだ行ってない部屋なんかな。
行ってない部屋多いもんね、まだまだ。ハートの鍵も持ってないし。美術室ちゃうな。うん、外も違うやろ。じゃあ、わからんな、こりゃ。ロードします。ああ、最初の、あれか、警備員室。ここな、あ、宿直室やったっけ。そこ行ってみよう。プレスルームに燃料があったよな。うわ、びっくりした。もう、うもう、お前は誰？ああ、いっぱい来たわ。でも、違うな。めっちゃ多い。うまっ。違ったね。うるさい。どこに行こうとしてんのこれ。わからん。この先もしかしたらあるかもしれんけど、わからんからロードします。いやー、どっかで見たような気もせんでもないけどね。やっぱちょっとわからんね。まあ燃料だけとりあえず手に入ったということで。まあこういうこともあるよ。よし。こんな恥ずかしいポーズで。叩きは取りますから。7発装填できる。ああ、そうなの。よし、装填しとこう。7発装填してたらもうええんちゃうかなって思うよな、マグナムなんて。うん、7発ありゃええやろ。そもそも俺は